から山形県の月山に登りに行きたいと思います。こちらの標高は1984メートル、出羽三山の一つになります。出羽三山の中で一番標高の高い山なんですけれども、先週は栗駒山に登ってきたんですが、残念ながらガスガスでほとんど紅葉を楽しむことができませんでしたので、今回はリベンジということで月山の紅葉がどれぐらい今あるのか全く分かりませんが、楽しみにして登りに行きたいと思います。今日の参考は宇波沢駐車場というところに車を止めて、リフトに乗ってまたリフトで下がってくるというようなピストンコースで、3時間から4時間ぐらいを予定しています。今6時半なんですけれども、7時ちょっと過ぎに駐車場に着く予定なので、そこから準備して登り始めて、お昼前には降りてこれるかなと思います。今日は天気はお昼までなんか持ちそうなので、それまでには戻ってきたいなと思います。それでは行ってきます。駐車場、今7時ですけれども、駐車場は意外に空いています。本当に綺麗ですね。もう全部オレンジに包まれています。ここはトイレですけども、なんかすごい綺麗でした。あそこにはですね、雲海が広がってます。超幻想的。本当来てよかった。すでにね、もう真っ赤でいいか、もう超オレンジですね。はい、本日の地図ですね。今現在地ここで、この後、リフトに乗って、宇波ヶ岳は経由しないで、おそらく、リフト降りてから右に折れて牛首経由月山山頂に行くルートで、帰りもピストンだと思います。まずはリフト乗り場まで、この舗装された道を登っていきます。結構な距離あるみたい。ここですね。7時半なんですが、まだリフトの販売はしておりませんでした。8時からということで、往復だと1100円ですね。どうですかこの後ろ。わあ、綺麗ですね。あったかい。これ風があったらこのリフト超寒いと思うんですけど、めっちゃ気持ちいいですねこれ。はい、これで15分ぐらい乗るみたいです。気持ちよすぎて眠たい。いやー、こんな素晴らしい始まり楽しみです。しかも空いてます。日曜日とは思えません。東北の山ってこんな感じなんですかね。まあ皆さん多分ね、栗駒山に行ってるんじゃないかなと思います。ちなみに、このリフトの営業は今日10月、16日なんですが、今日で最終日ということです。わあ、そこすごいですね、このオレンジ色。あの辺登るんですかね。すごい景色ですよね、きっとね。降りたらね、開放的な気分になるかな。じゃあそろそろ降ります。おわー、綺麗。はい、こちら今月山ということで、これから登りたいと思います。素晴らしいですね。なかなか足が進みませんが、行きましょう。しっかり品物をお願いします。はい、ます。今もう8時20分になっちゃった。にある神社も山頂小屋もすでに終了しております。上に行
山頂小屋終了。そうなんだ、残念ですね。すごすぎる、あの道気持ちよさそうだね。この小屋リフト降り場から登ってきました。もうちょっとでもう宇和ヶ岳が見えます。でこっちもすごい綺麗です。本当に黄色ばっかりですね。でこっちどこだっけな、蔵王がなんかあの辺のどっかに見えてますけど、鶴かな、よくわかんないけど、宇和ヶ岳はもうすぐですね。はい、あそこに、月山頂上だと思われる小屋があります。ただ今日はもう営業していないということで中には入れないのかなと思いますけれどもね。はい、木道がちゃんとねここから続いてますね。気持ちいいです。はい、はい、宇和ヶ岳山頂1670メートル登頂です。イエーイ、やったー。でも本当の山はあっちですけどね。ちょっととりあえずなんか見晴らしがいいとこに行ってみましょう。雲海です。すごいね、雲海だよ、綺麗すぎる。おー、後ろすごい紅葉したね。紅葉が素晴らしいです。そしてあっちには、鳥海山、後ろ、私の後ろに見えるの鳥海山です。で今から向かうのはあっち、月山、本当の山頂ですね。ちょっとここで休みすぎちゃってますけど、これから向かいましょうか。本当素晴らしくて進みたくないです。じゃあ鳥海山を見ながらガッサンに向けて歩いていきます。ここからだいたい1時間半ぐらいかかって登ります。意外に遠いんです。まあ実際遠くに見えるのでね、それぐらいかかってるんですが、ここから結構な急な岩場を降りてきて、こっち湯野山神社に行きますね。 3.6 キロで、今度こっちシュライン上がってまた登りが始まります。あ、この笹の葉の中を歩いていくのは気持ちいいですね。さっきもここ楽ちんの稜線駅、下がねすごい綺麗です。本当オレンジです。下からの直行ルートとぶつかる分岐点に来ました。ここが足首ですね。はい、あと月山山頂まで 1.1 キロ。あ、やった、頑張ろう。しかし暑い。はい、ちょうど1時間ですね。10時半ぐらいに着ければいいかな。また開けたところに出ました。まあ結構登りますね、ここからまだまだですが、早知根の岩場にそっくりですね。そ
して、また上りからもこんな風景が広がっています。あー、帰りはあそこ歩いて降りていきますね。リフト乗り場まで結構ね、岩場がゴロゴロしてます。ここがガッサンのガッサン神社。ガッサン神社本宮です。じゃあ減ります。失礼します。おお、すごい本格的。失礼します。すいません。こんな感じになってます。ガッサンの神社を横に見ながら、もうちょっと奥に行ったところに駐車がありますので、そこまで歩いていきます。じゃあちょっとこの辺でランチにしましょうか。ちょっとガッサンの山頂はね、ちょっとこのすぐ後ろなんですが、お腹が空いたのでまずここでランチにしたいと思います。ああ、ごめんなさい、どっちでもいいよ。いいよ、全然飯食おう。ちょっとお腹が空いたんです。すごいね、この絶景見ながら、あの山なんだっけ、忘れた、蔵王か、蔵王を見ながらと、栗駒どれだ、そっち、よくわかんない、うん、そこに座りますじゃあね、はい。すごいです、このただ広いところ、どこに座ってもいい人結構今日いますけどね、全然いい感じですね。広いとこでいいスポット見つけて、今12時です。ゆっくり1時間ぐらいここで過ごして、山頂からの紅葉の景色を楽しんで、これから下山しようかなと思います。1時間半ぐらいで、さっきとは違うルートで、あのリフト乗り場まで帰りますと、今もう1時20分で、リフトと、リフトに乗らずに乳母沢小屋の方に向かう分岐点に来ました。
からリフト乗り場まで、30分、リフトを利用しない登山道までは80分ですね、はい、ということでもちろんリフト往復券買ってるのでこちらに向かいます。あと30分です。ほんと綺麗、もうオレンジが本当に美味しそうです。あのてっぺんからほぼほぼ2時間ぐらい違う1時間半ぐらいで降りてきました、はい、今度はこっち行きます。うわー、ほんとこの辺はね、七かまどがまだまだ葉っぱがあるので綺麗ですね。今日は8時のリフトに乗って今2時ちょっと過ぎなんで、まあ、大体6時間の参考になりました。いやー、先週の栗駒山が何も見えなかった分ですね、本当に紅葉を満喫することができて大満足の参考でした。難しいところは全くありません。リフト降りてからしばらく牛首っていうところまでは普通のハイキングで行けるかなと思うんですけど、その先は、頂上まで1時間半ぐらい歩くんですが、結構岩場の急な登りが最後まで続くので、まあ、登山来たかなっていう感じでしたね。後ろは本当に素晴らしい、一番多分ねこの駐車場に行くまでのが紅葉が一番すごいかなと思います。上はやっぱり七かもととか、もう実もそろそろ終わりで葉っぱも完全になかったのでね、はい、とりあえず今日本当に素晴らしい参考を楽しむことができて大満足です。本日の動画はここまでとなります。皆様ご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではさようなら。